ストップ粗悪、修理ユーザーから見えない部分を手抜きする。不完全修復の全貌その22。本記事では、BS サミット事業共同組合業界問題委員会を中心に収集している他社工場での粗悪修理の事例を紹介していく。目の届かない部分における手抜き処置や質の低い作業など、粗悪修理の行われた車両は命の危険も伴う。今後このような不具合車両がなくなるよう、安全で適切な修理を行うことの重要性を呼びかけていきたい。ひし形ケース1、リア周りの軽い損傷事故で有効した車両。ユーザーは中古車で購入しており、トランク内に雨水が溜まっていることは知っていたが、事故車であることについては、購入時に説明はなかったとのこと。過去の修理作業が不適当で溶接不良とシール不良になっていた。この修理作業をした修理業者は、リアバンパーで隠れてしまうところでもあり、いい加減な修理をしたものと推定できる。今回のような事故がなければ、不正修理されていたことに気づかなった事例だ。ひし形ケース2、リアバンパーの損傷事故で入庫。付随作業でリアのコンビネーションランプを外してみたところ、本来あるクリップが欠けていて、仮止めしてあった。ユーザーは過去に修理した記憶はないとのこと。大きな事故にはつながらなかったものの、修理工場の良識を疑う修理内容だ。ひし形ケース3。追突によりフロント周りに損傷を受けて有効した車両。フロントバンパーを外してみると、過去の事故で損傷したものと推定される不具合が認められた。ユーザーにわからなければ修理しなくてもという考えでそのままにしておいたケース。強度部材であり、エンジンの重量を支えている部材が外れてしまったら大きな事故につながることも考えられ、大変危険な状態だ。